はい、皆さんこんにちは。ワンダルミルビッシュです。今回は提督の決断の続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、画面左上に出ている作戦目標セレベス海に進行したんですが、残念ながらセレベス海の攻略には至らなかったので、今回艦隊は瀕死の状態なんですけども、この瀕死の3個艦隊を投入してセレベス海を攻略しちゃいたいと思います。お金がね、セレベス海攻略すると入ってくるんで、どうしてもやっぱりお金が欲しい。正直言ってお金が欲しいんで、艦隊を犠牲にしてでもセレベス海を取りましょう。ここにいる艦隊は正直言ってアメリカの太平洋艦隊正面からぶつかれる戦力ではないので、なくなってしまったらなくなったでしまったで、もったいないはもったいないですけど、しょうがないというところもありますからね。で、輸送船の数が全然足りてないんですよ、実は。とはいえ、お金もなくて何もできないという状況もあり、どうにもならないんですが、さすがにこの状態のまま耐えるというわけにもいかないので、少しばかり、輸送船を作っていきましょう。あと、お金が少しは入ってるんで、艦隊ですね、艦艇。艦艇も作っていかないといけないので、艦艇も作ります。そのあたりをまずはやっていきましょう。飛行場も欲しかったんですけど、飛行場は残念ながら後回しにせざるを得ないですね。なので、まずは技術開発にお金をちょっとずつ薄く積んでいきます。で、続いてなんですけども、輸送船ですね。いや、その前に先に艦艇作っとくか。空母1隻作っときましょう。73機の飛龍か。双龍も73機。結局お金が足りないとどうにもなんないんですよね。赤城とか加賀だと必要建造資金が3000台になってくると、もう完全に金が足りなくて話にならないという状況になるんで、そうなると作れるもので言うと、お金的に作れるのはギリギリ飛龍、双龍、この辺りかな。飛龍と双龍の差で言うと、対空の攻撃力が飛龍の方が高いんで、飛龍を作りましょう。飛龍を作っておいて、安土という名に、いいか。ちょっとね、空飛ぶ系だと源流とかにした方がいいかなと思ったんで、ちょっと一旦源流にしましょう。原理を建造して9週間か。結構時間かかるな。お金が全然ないですね。あと輸送船の数を、作れるだけ作りたいと思ったけど、そもそも輸送船も作れない？ 1 個だけ？いやー、厳しいな。輸送船の数をちょっと増やしたいけど、オーストラリアには今輸送船何機？輸送船オーストラリアに2個しかないの。これはまずいよな。補充は1隻だけか。そうなると、他の海域の輸送船の数見直しますか？インド洋は今、輸送船の数、インド洋も2個だけ？いやー、インド洋2個とかないでしょう。マラッカは？ジャワに6個。ジャワもでもね、それなりにあるもんな。マラッカの数をちょっとだけ減らして、いや、本当は減らしたくないんですけど、ちょっとだけ減らして、その分インド洋に回しますか？インド洋に輸送船の数をちょっと回しましょう。これくらいしかもうしてあげられることがない。沖縄輸送船の数5。沖縄に輸送船の数5はいらないよね。3にしましょう。で、小笠原沖に関しては1で十分でしょ？マリアナとかこの辺りはどうなんでしょうね。
マリアナ輸送船4いらないね。2にします。トラック置きは1で十分。まあこの辺りが限界かな。でその分を、ラバウルも1で十分。まあやっぱりオーストラリアかな。欲しいのはオーストラリアとインド洋に少しやっぱり輸送船の数を多めに配備してあげましょう。少し多めにって言っても全然足りてないんですけどね。インド洋にも配備して、これで少しだけ、ロジスティックが回るかなと思うんで、一旦これで待ちましょう。で、石油はいっぱいあるんで、よくて、アルミ、鉄、やっぱお金だね。お金が全然ない。ここが考えものですね。で、オーストラリア沿岸にいる、空母部隊ですが、駐波してる準従順がいるのか。いや、でもここは一旦アルミとお金も手に入る3号礁、3号海に出陣っていうのが信長の野望っぽくなっちゃいましたけど、一旦3号海に入りますか。3号海に、一旦3号海に入って、3号海を取ったら戻ってきましょう。よし。で、あとセレベス海に再突入させるのを忘れないようにしなきゃいけないので、レイテですね。あ、これはもうやったっけ？さっき。やったね。じゃあこれでターンを送っていきましょう。本当にお金がない。セレベス海ね。まあ、ここはもう正直言って、大破してもしょうがないというぐらいの覚悟でいきましょう。もう場所は分かってるんで、場所というのは飛行場の場所ですね。敵飛行場の場所は把握済みなんで、あとはその飛行場の場所にきっちり入っていきましょう。できればね、この夜が明ける前、すなわち敵の航空戦力が出てくる前に叩いてしまいたいですけどね。いや、攻撃が始まる前に夜が明けちゃうって一番最悪なパターンですね、これ。何やってたんだって話だよな。君たちどこに行きたいのよ。ここに行って、ここに。普通に。セレベス海はどうしても落としたいんで、こっちももう大破した艦艇がいるんでどうにもならない遅さだな。
さあ、このまま日没になってくれて、そのまま大破させられれば、セレベス海は取れるので、作戦目標達成でお金が、ボーナスが少しもらえるはずなんですよね。で、そのお金で艦隊を立て直しつつ、まあ、空母ですね、やっぱり空母。空母を少し作ってあげて、損傷した艦隊の補充に当てていきたいなと思うんですけどね。で、一応ですね、まあ、全然関係ない話、しばらく時間かかりそうなんでしておくと、一応来年のですね、対遠征の予定は、1月、2月に行こうかなと思ってます、まず。で、3月、4月がちょっとどうかな、休み的にっていうところがあって、ゴールデンウィークは、タイと、あと、仲良くしてる子と一緒に、ラオスに行こうかなと、今のところ、計画してます。ラオスですね。で、まあ、6月、7月あたりに早めに夏休みを取り、お盆みんなお休みが取るときにまた一緒になんか有給とかで休みを取りっていうので、一応7月、8月夏休み2回取って2回ともタイに、まあ、1週間ぐらい遊びに行ければいいかなというふうに思ってますんで、まあ、タイね、興味ある方いれば、ツイッターの方か、もう、動画の方でも少しは話していこうかなと思ってますんで、まあ、動画ないし、ツイッターの方、チェックしていただければ嬉しいなと思います。というところで、なんとか艦隊の損傷はなく、セレベス海は取れましたね。これでお金がね、ちょっとはマシになるかなと思います。で、ドック入りしましょう。すぐにドック入り。おっと、空母だけ？しまったな。まあ、ただ、この第3艦隊だけでも十分に駆逐できるかなとは思いますけどね。1個しかないし。かつ敵の飛行場の場所はもう割れてるんで、南雲中将のもと出陣していきましょう。まあ、このね、第3艦隊は機動部隊というだけあって、空母ばっかり集めてるんで、この空母の航空戦力があれば、飛行場の1個2個は2回ぐらい空撃をかければ片がつくかなって感じなんですよね。おそらく2回の空撃で、片がつくかなと思いますんで、この敵の飛行場に対して空撃を仕掛けていきたいけど、雨が降ってくると空撃ができないからね。そう考えるとあれですよね。今の僕の戦略だと空母頼みになってるんで、なんていうのかな、空母っていうより飛行機の技術を最優先で上げていった方がいいかもしれないですね。最優先は飛行機の技術力。赤城、加賀、飛龍、蒼龍からかなりの数の飛行隊が出てるんで、ちょっと1回じゃ足りなかったかな。もうちょっと近づいておきますか。あんまり近づきすぎるとね、敵の航空機からの爆撃にさらされる恐れがあるんで、あんまり近づきたくないという思いはあるんですが、さすがにちょっと遠すぎたかな。飛行機に設定されてるね、航続距離がギリだとちょっとどうしようもないというところもあるんで、航空隊が出れたかどうかだな、今ので。出たはいいけど、空撃できないで帰っていくね。まあ、しょうがないですね。じゃあ、このまま夜明けを待ちましょう。で、一応、タイに行った時何してんのかって話だと思うんですけど、もう基本的にはもうだらだら、過ごしてます。現地の仲良くなった子たちとダラダラするっていうのが最近は多いですね。あとはマッサージ。ちょっとね、どんなマッサージを受けてるかっていうのはツイッターの方を見ていただきたいなとは思うんですけど、あとタイ自体がかなり緩いんで、日頃日本でもうお客さん、上司、部下
まあ、部下はいないんですけど、まあ、後輩含めガミガミ言われてる身としてはそれだけでも癒しなんですよね。ちょっと近づきすぎだな、これは。こんな近くにいたらやばいでしょ。無駄に敵の飛行機の餌食になるんでやめましょう。よし、さすがに1回の空撃で片がついたな。飛行場から近いと2回ぐらい飛行機攻撃してくれますね。いやー、強いわ、やっぱり。空母は強い。三式弾ね。日本が開発した大口径の三弾。次元神官によって空中で炸裂。おお、焼夷性の爆弾を散布し、目標を破壊。本兵器が開発されると自動的に28センチ以上の主砲塔を持つ艦船に搭載され、海戦では敵航空機を攻撃するとき撃墜率が上昇。おお、嬉しいですね。では、今月の作戦会議ということで3月に入ります。まず先月の作戦経過ですが、セレベス海は無事攻略してます。まあ、これはね、瀕死の艦隊を3個艦隊送りましたからね。この戦果に国民は歓喜。大本営から臨時予算1万が海軍に割り振られました。この1万大きいですね。本当に大きいですね。ありがたいです。お、山口多聞も頑張ってますね。さあ、次の目標なんですが、中部太平洋に入るか、アリューシャンに行くか、南太平洋に行くか。まあ、これはね、ハワイ沖を見据えて南太平洋攻略にした方がいい気はしますね。南太平洋にしましょう。はい。というわけで、ちょっと今回短いんですが、まあ、キリがいいので一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。